今からツアー公演に行きます。で今ね電車に乗ってモスクワまで向かいます。お部屋は4人なんですけど、3人でみんな劇場の子たちなので楽しい。今普通にスカジス、こんにちは。こんにちは。かわいい。行ってきます。おはようございます。朝になりました。今ね7時10分ぐらいです。7時50分ぐらいに到着なので、もうちょっと時間あるんですけど、到着したらバスに乗って空港に行きます。シェルメジョ空港です。じゃあね、今日はね2階なんです。こんな感じ、初めて2階に乗った。今ね、シェレメチェボ空港に到着して結構時間があるのでスタバに来ました。私が食べるのはシーザーサラダみたいなやつと、安定のチャイラテ。私はチャイラテ信者なので。こうやってね、ロシアはねバスみたいなのから降りて歩いて飛行機まで向かうシステムというかスタイルみたいなやつもあるんですよ。今日はこの飛行機に乗ります。飛行機乗りました。今からオレンブルグに行きます。行ってきます。着いた。またバスに乗って空港まで行きます。着いた。見えるかな。はい、今ホテルに到着しました。ホテルめっちゃ可愛いの、ちょっと見て。じゃじゃーん。え、すごくない？お姫様みたいだよ。こんなのなの。でね、こっち行くと、すごい、すごいよ。で、ここがシャワー。あ、でもほらやっぱりほらロシア特有のさ、このカーテンない感じだわ。仕切りなしってタイプ。夜ご飯です。すごい、ザ・ロシア料理って感じだけど食べれそう。これ何？モルス。モルスか、コンボか、どっちか、どっちだろう。なんかヨーグルトもある。おはようございます。今日はツアー公演初日の朝です。今から朝ごはんを食べに行ってきます。どんなのかな、ちょっとなんかロシアっぽい朝ごはんだったらちょっと食べれるかなって心配なんですけど、では行ってきます。朝ごはんです。これはなんかブリヌイのキャベツが中に入ってるのって言ってた。いただきます。はい、今みんなでホール、劇場に向かってます。なんかね、歩いて15分ぐらいかかるみたい。ねえ、トイレ面白すぎんですけど、すごくない？これ私さ、こう立ったらさ、もうここだよ。やばいよ。ということでホテルに帰ってきました。ただいま。じゃーん、今日の夜ご飯です。これポキ丼、すごくない？こんなのあんの。で、多分揚げ餃子で、これはセーザリーって言ってシーザーサラダ。こっちがマグロで、これがサーモンです。いただきます。おはようございます。今日はツアー公演2日目です。今は11時前なんですけど、朝ごはんね、ホテルのやつちょっと微妙だったのと、あと疲れてたので今日は朝結構ゆっくり寝て、で今ねデリバリーでサブウェイを頼みました。じゃーん、これはね照り焼きチキン味です。なんかソースを3つ選ばなきゃいけないみたいで、なんか絶対選べみたいな感じになってたから、マヨネーズとからしってマスタードとハニーマスタードにしました。だからちょっと美味しいか分かんないけど。いただきます。はい、では今から劇場に向かいます。行ってきます。こんにちは、マオです。こんにちは、マオです。こんにちは、マオです。この影いい感じ。
テルに帰ってきて今日の夜ご飯です。お寿司定番ので、これは粉調査って言って、チャプチェみたいな感じかな。あと安定のシーザーサラダです。この飲み物も美味しかったではいただきます。はい、ということで2日目の公演も終わってホテルに戻ってきましたって言ってもね、もう2時、ずっと喋ってたで、ね、明日はホテルを1時ぐらいに出るので、今日は今からお風呂に入ってゆっくり休みたいと思います。おはようございます。今日はツアー最終日です。今日はね、帰るだけなんですけど、ホテルチェックアウトして今ちょっと外で座ってます。めっちゃいい天気でいい感じ。もうすぐしたら、みんなで集合してバスに乗って空港に向かって、でその後飛行機乗ってモスクワに行きます。で今日の夜にモスクワからペトロゾボスクへの、電車に乗るっていう感じです。じゃあね。これ、この食べ物が抹茶のやつ。イエーイ。空港着いてもうすぐ飛行機になります。はい、今モスクワの空港から列車の駅に移動してきました。おなじみのここです。もうね、皆さん見覚えあると思うんですけど今回は結構空いてて、無事ねベンチにも座れました。で今先輩がマック買ってきてくれてるだからあんまりレストランとか空いてなくって、そうだからマックをね夜ご飯に食べようって思ってます。で9時5分の列車に乗ってペトロゾボスクに帰るっていう感じです。じゃあもうちょっとね、あと2時間ぐらいここで待ちたいと思います。着きました、ペトロゾボスクに。あー長かったけどやっと着いた。今タクシーを待ってます。はい、ということで無事ツアー公演を終えてお家に帰ってきました。あとシャワーを浴びてちょっと寝て、あとねインスタライブとかもしてたので結構バッチリ化粧になってるんですけど、まあ無事終えて帰ってこれてほっとしています。今回のツアー公演は私自身なんと1年半ぶりのロシアでの舞台でした。なんかもっと戻ってきたみたいな感覚になるのかなって思ってたんですけど、なんかどっちかというと止まっていた時間が動き出したみたいな感覚で、ちょっとね不思議な気分になってます。なんか日本でいた時は本当にまたロシアの舞台で踊れるのかなとか、なんかロシアで踊ってた自分っていうのをすごいなんか忘れちゃったじゃないけど、もう一回あの生活に戻れるのかってすごい不安だったんですけど、日本でも舞台に立たせていただく機会があったからか、なんか舞台で踊るっていう感覚は全然忘れてなくて、意外にもねすんなり入っていけましたまあでも私はね1年と3ヶ月という期間日本で過ごして、まあ、不本意ながらにでもバレエ団からね離れて、バレエダンサーとして生きる道からも一旦外れてしまったんですけど、でもこうして以前と同じようにたくさんの役をいただいて踊る機会をくださったバレエ団の先生にとってもとっても感謝しています。まあ、こんな感じでシーズン一発目の舞台が終わって、もうあと1週間後には去年の新作の舞台もあって、私はね去年いなかったのでそれは初出演ってなるんですけど、まあ、これからねどんな感じになっていくのかわからないけど精一杯頑張っていきたいなと思っています。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらぜひグッドボタンと、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。